どうも極物ダイナマイトコスケです。こんにちは。今回はですね、はい、未だに解明されていない世界の謎をご紹介していきます。よっ、世界の謎シリーズでございます。はい、世界の謎で一番印象に残ってんのは踊って死んでしまうみたいなやつかな。踊りのペストの伝染するやつだったね。何だったんだろうね。日々ね、世界に謎は残っていると、そういうことですね。皆さんぜひ今回も高評価、そしてスーパーサンクスよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、考察部屋チャンネルもございますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは本編です、どうぞ。うん、これガチか。ワニ、レックスのレックスを死にます。ジマ、ねえ、パーク立ち入り禁止だよ。そうがいいんだ。毒物の見解としてどういうことだ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。まずはじめにご紹介するのがですね、はい、猛毒女グロリアです。すごいもうタイトルだね。1994年アメリカのリバーサイドにある病院にですね、グロリア・ラミレスという女性が運び込まれてきました、うん、彼女は当時31歳だったんですけども、はい、これはよくある医療シーンなんだけど、うん、彼女が運び込まれてね、何時間か経った時に、その運び込まれた時に緊急治療室にいた37人のうち23人の医療関係者がですね、体調不良を訴えたんですよ。吐いちゃったりとか、筋肉が痙攣しちゃったりとか、はいはいはい、ちょっとめまいがしたりとか、もうほんと中にはですね、入院が必要になるぐらいまで。へ、このグロリアは病院に運ばれたその日の夜に、そのまま子宮頸がんによる腎不全によって亡くなってしまうんですよね、はいはいはい、でなんでこのグロリアが運び込まれてから医療関係者たちは体調不良になっちゃったと思う。あ、じゃあ原因が分かってるんだ。分かってないです。あ、分かってない。それが今回の謎だ。そう、ウイルスとかじゃないってことなんだね。じゃあそうなんだよね。まあ俺も最初それ思ったんだけど、じゃあ未知のなんか細菌かなんかだったんじゃないのかな。まあ可能性はあるのかな、その時は分からなかったとかね、うん、そのグロリアが亡くなって採血が行われて検査されたんですよ、うん、なんか血に白い結晶みたいなのが混ざってたんだって、はい、これが何なのかも未だに分かってないんだけど、解剖も行われたんですけども、うん、ウイルスがあるとか、うん、病原菌を保有してるとかっていう症状がなくて、なぜだと。まあでもその白い結晶っていうのが関係あるのかな。異常ってことだよね、それ。まあそうだね、見たことないってことだろうね、うん、なるほど。薬物とかかな。解剖が行われた時に、うん、彼女の体からそういう薬物が見つかってはない。ああ、なるほど。そう、謎だね。ちょっとよくわかんないよね、うん、これちょっと怖い仮説があって、はい、病院側が医療ミスを隠すためにこのデマを流した。なるほど、ありそう。まあ、グロリアっていう女性はもう死んじゃってるわけなんで。確かに死人に口なしだと。うわ、ぽいなってなると、さっき言ってた血液に白いのが混じったとかっていうのも本当なの。なるほど。どっちなんでしょうね。ちょっと分からないですね。病院側もね、本当にそうだったらね、うん、たまったもんじゃないね。本当だね。続いてご紹介する謎がですね、はい、夢を見るメカニズムです。そもそも人間っていうのは寝てる時にノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返していると。これは知ってる人多いと思うんだけど、うん、特にレム睡眠中に見ている夢っていうのが非常に覚えやすい。だから夢を見て覚えてるで朝それを話せるっていうのはレム睡眠中に見た夢だと、うん、レム睡眠が起こってる時に視覚から入った情報とか今までの記憶っていうのの処理活動が行われるんですよね、うん、はいはい。これが脳内で活発に活動してるっていうのは分かってます、うん、ただなぜ人が夢を見るのかっていうことに関する問いには科学的な回答ができていないっていうのが現状なんですよ。じゃあ別に睡眠時の脳処理と夢は因果関係はないよみたいな、うん、そうだね。別に夢を見る必要はないというか、勝手に脳内で完結してれば OK、うん、のはずなんだよね。なるほどな、うん、しかも別に何かその時の出来事がごちゃ混ぜになっているって形でもないよね。そうなんだよね。夢って別になんか断片的な新エピソードみたいな感じじゃない、うん、あんまり夢見ないんだけど、はい、見る時基本的に中学だって高校時代の野球部の時のめちゃくちゃ嫌な夢しか見ない。試合の日に、うん、グローブ忘れるとか、これから監督に謝りに行かなきゃいけないみたいな。ね、試合出てないのにね。違う、関係ない。関係ない。あの二軍として出てるから。ああ、そうです、うん、あんま言いたくないよ俺。でもなんか一説なんか夢関連でその嫌なことの方が多いみたいな。夢、死ぬ夢を見るとか、うん、確かに歯が全部抜け落ちちゃうとかっていう聞いたことない。そうな、あ、なんかよくあるらしい、うん、全部じゃないけど歯抜ける夢とか見たことあるか。
から、だからなんかその嫌なことをのなんか事前的にこう起きても壊れちゃわないようなみたいな、なるほどっていう作用があるみたいな一説をなんか聞いたことありますね。対応するためにっていうことか。鳴らしとくみたいな、自分でね。ありえるかもしれないね、うん、最悪の想定みたいな感じ。ありえますね、うん、まあ、ちょっといまだに分かってないんで、ちょっとこれから分かん、脳の話だからね、うん、分かるといいっすね、うん、どうなんだろうね。ちなみにじゃあ豆知識で言うと、はい、これあの睡眠についての第一人者の先生 YouTube で多分見れるんで、まあ、それ見るとより深く教えてくれると思うんですけど、その人が言ってたんですけど、はい、睡眠時快適な気温の方がやっぱいいみたいで、うん、あのエアコンつけるの嫌とかいう人いるじゃないですか、喉が言わしちゃうとか、はい、あるあるっていう観点とかで嫌がる人もいるんですけど、うん、一定にしといた方がいいです。結局つけっぱで寝た方がいい、タイマーで消すとかじゃなくて、寝た方が睡眠においてはそうなんだ、いいそうです。続いてご紹介する世界の謎がですね、はい、オゴポゴです。オゴポゴはこれね、知らねえだろ。すいません。カナダ、ブリティッシュコロンビア州のオカナガンという湖で目撃されている未確認動物です。うん、今までに多数の目撃情報があって、体長は5メートルから15メートル、頭が60センチぐらいで、ヤギか馬に似ているとされていて、背中にコブがあります。体は緑色で、ところどころにチョコレート色の斑点があると。記録に残っている最古の目撃例が1872年なんですけども、1912年にすごい目撃騒動が報道されて、そこから一躍有名になったってことなんですよね。見間違いです。見間違いっていうのはこいつ自体が存在しない、しない。これがですね、確かに今までこうネッシーとか、うん、モスマンとか、うん、いろんな未確認動物やってきたじゃん、うん、まあ、明らかにいないだろっていうやつと比べると、なかなか存在の可能性が高い未確認動物って言われてるんですよ。ほうほう、聞いてみましょうか、はい、まずですね、うん、オカナガンっていう湖の近くに住んでいる先住民たちの間でですね、うん、古くから言い伝えがあって、湖の悪魔って呼ばれているナイタカっていう動物がいると、うん、それはもうその先住民たちが暮らしている伝説としてずっと受け継がれている言葉なんです。だから最近になってこういう動物がいたんですよって言われてたわけじゃなくて、本当に昔からオゴポゴがいるっていうのが信じられてきていると、はあはあ、っていうのが1個で、もう1個がですね、うん、もしオゴポゴがいるとして、こいつなんじゃないかって言われているのがバシロサウルスってやつなんですよね。恐竜？まあそうだね。でこれは恐竜の中でも、もし恐竜が生き残ってるのであれば、こいつなんじゃないかって言われている最有力候補の一つなのね。うんうん。じゃあそれっぽい別のやっぱ生物、うん、あそう、オゴポゴってみんなが言ってるものは、うん、古代にいたものだったり未発見の動物だったりかなんかの見間違えみたいな。まあそうだね。だから名前が違うだけでっていう、ね、いるっていういるオゴポゴに当たる生物が。そうそう、なるほどなるほど。でこのバシロサウルスっていうのはどちらかっていうと浅い海に生息していたと、うんうん、っていうので、まあ、湖にいてもおかしくないっていうのが一つあるんですよね。なるほど。っていうのを踏まえた上でですね、うん、2022年オゴポゴを捉えたという写真が出てきました。とある夫婦がですね、はい、オゴポゴの顔を撮影することに成功したと。じゃあもうオゴポゴいますよ。ちょっと謎じゃないです。じゃあどんな感じなのか、はい、皆さんにも見てほしい。これはちょっと衝撃的な画像になります。はい、どうぞ。これです。これがオゴポゴだと。これヤリポゴです。はい、これやってます。ヤリポゴ、ヤリポゴ、ヤリポゴっていうのはこうよくぞ撮ってくれたっていう意味の。いや違います、やってます。これはやってます。オゴポゴはいません。またくだらない。見てよこの耳、角、ダサすぎるだろ。こんな生物が地球にいたのかと。いないよ。やってんだよこの夫婦は。この画像でいくら稼いだんだろうね。お前この夫婦バカにしてんじゃねえぞ。バカにされてんだよこっちが。これがオゴポゴだよつって。見てこの竜のような、うん、チラを睨みつけて、これを見てさ、オゴポゴだっていう人もいるんだな、うん、人生改めた方がいいよもうちょっと。そんなにですか。オゴポゴなわけないんだから。これは真偽のほどはちょっとわからないですけども、うん、ちなみにどう思うんですか。はい、どう思いますか。これオゴポゴだと思いますか。それはちょっと聞かないでほしい。言えない事情、まあ言えない事情があるんですね。申し訳ない。まあ、皆さんインターネットは嘘が嘘であると見抜けないと使うことは厳しい。いいじゃんね使ったって。
最後にご紹介する謎がですね、黄金比です。はい。ぐるぐるーのやつね。これがね、黄金比でよく出てくる。古代ギリシャの時代からですね、神の比率というふうに呼ばれた、芸術だったり、自然界だったり、様々な面において、この黄金比ってのが出てくるわけですよ。うん、まあ具体的には、1対 1.618 の割合がこの黄金比なのね。はあ、これ、紀元前5世紀から4世紀のエウドクソスっていう方によって発見されたものなんですよ。この比率がものすごく綺麗だっていうのを提唱されて、そっからですね、実際に紀元前5世紀ペイリアスっていう古代ギリシャの彫刻家がパルテノン神殿を作る時にこの黄金比を採用していると、うん、様々な例えばアップルのあのリンゴマークも黄金比によって作られてますし、まあもう本当に世界各国、うん、黄金比率でできてますよね。本当にそうできてるんだよね、うん、モナリザの顔も1対 1.618 だし、うん、ビジネスシーンで使われる名刺のサイズも1対 1.618 だと、これらに関しては黄金比って綺麗だよねっていうので、じゃあそれを採用しようっていう風になっていったっていう、なんか理解できるじゃん。はいはいはい。ただ黄金比って本当に何なんだろうっていう発見が今までいくつもされてきてて、はい、まずですね、ピラミッドの底面積に対する側面積の比が黄金比なんですよ。へー。まあこれもまあまだね、はい、まあその言われてる前からこれが綺麗だと思ってるやつがいたんだなみたいな納得はできるんだけど、うんうんうん、なるほどなるほど。地球と月の半径を合計したものを高さにして直角三角形を作った時に、その斜辺と地球の半径1対 1.618 になると。へー。宇宙にもあります。なるほど。まあだからこの世のそういった物質においてもこの黄金比があるってこと。そういうことで、俺らが黄金比を綺麗だって思うのは必然かもしれないっていうのが、俺らを構成している DNA 分子は黄金比に基づいて分割されています。あ、じゃあそういうことなんだろうな。そういうことなのかもしれない。遺伝子レベルで黄金比ってことなんじゃないかな、うん、まあ宇宙はじゃあっていうまた難しいんですけど、まあだから想像とかの話になってきますけど、うん、このビッグバンが起きた時になるようになってんじゃない。ありえますよね。この黄金比っていうのとすごい密接に関係があるって言われてるのが、フィボナッチ数列ってやつです。これちょっと一旦画像出します。こちら、要はこれ前の2つの数字を足したものが次の数字になるっていう数列なんですよ。はい。でこれが黄金比とすごい関連があって、うん、このフィボナッチ数列も黄金比率っていう風に言われてるんですよね、うん、フィボナッチ数列っていうのが一体何なのかっていうと、はい、植物の花びらの数がこのフィボナッチ数列の枚数と結構一致してるっていう。例えばユリの花びらが3枚だったり、うん、マリーゴールドは13枚だったり、うん、ひまわりは21枚だったりみたいな、人間だけじゃなくて植物においてもこの黄金比が採用されてるというか。なるほどなるほど。黄金比に基づいて作られていると、うんうん、なんかまあそれはなんかプログラム的な感じじゃないかな。この世界を想像するにあたって作り出される物質だったり、まあ、生き物だったり、うん、それが惑星かなんかわかんないけど作成される比率が決まっている。それを俺たちが発見したというか、そう認識してるっていう状態、認識してるっていうがしっくりこない。やっぱじゃあシミュレーション仮説、うん、まあこれが仮にシミュレーション仮説じゃないにせよ、これが原初だとしても、この世界がそのオリジナルだとしても、さっき言ってたビッグバンの時に、うん、ビッグバンの時にたまたまのこの 1.618 が今まで受け継がれていると、うん、ちょっと話が大きい。そうね壮大なことになってしまうけどね、うん、まあでもそれぐらいってことなんで、うん、まあこの黄金比率ちょっと意識したりしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで以上、未だに解明されていない世界の謎でした。なんかこれ結構黄金比率面白くて、なんか企業とか結構使ってるよね、うん、やってるやってる。なんか気になった人はぜひその黄金比率で調べてみても面白いかもしれません。はい。ちょっと極太の次のアイコンを黄金比率でやろうか。ああ、いいかもしれないね。まあ散々やってきましたが、これらの謎を解明する日が来るのでしょうか。はい。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい。まあね、ちょっと4つほど未だに解明されていない謎をご紹介しまして、いくつもねやっぱり世界ってのは広いなと思うとともにですね、一つ分かったことがあると思います。それがですね、おごぽごはいません。正解です。大正解だ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太のおまけ投資です。こんばんは。
でも最近、はい、流行ってる、まあ、ちょっと前まで流行ってた DIY ありますよね、うん、はいはいはい、所ジョージを中心に Do it yourself でしたっけ、 Do it yourself で DIY か、うん、一時期やっぱ流行ってたと思うんですよ。やっぱ自分自身で作ったものに愛着が湧きますし、うん、まあ、より良いものが作れれば安く済む、うんうんうん、素晴らしいことだと思うんですけど、はいはいはい、今回はですね、はい、こんなものまで DIY してしまうのかと、はい、そういう内容でございます、はいはいはい、アメリカでですね、はい、お尻の穴に自作の円筒状の物体を入れた方がいました。いや、それこれディルドの話ですか、じゃあこれ。いや、 DIY の話ですね。マジでいい加減にしてくれよ本当に。作成したものを俺見せられるの今から。そう、作成して入れたものをあなたにお見せします。叫んだよマジで。 18×4×4 のでけえな。 18×4×4 何とは言わないですけれど、うん、ペニーじゃないですかこれ。ペニー18ってなんかちょうどペニーな。ただ4、まあ、俺のよりちょっとちっちゃいですけど。でかすぎだろお前のペニー。いや 4×4 は相当でかいよ。相当だねこれ。これまあ写真見せてもらえるんだっけ。あのレントゲンと、うん、その実際に自作したものを2つ今回はお見せします。見んでいいんだけどな、はい、ではいつも通り極太の公式 X の方で公開しますので、はい、公式とコウスケと僕の X を全部フォローしてください。お願いします。ではお見せします。どうぞ。こちらなんですけども、ちょっと作成した方がいいですか。これですよね。あ、いや、うん、いや、ペニーです。やっぱこのいいですよね、作成した感。自分でこの荒削りな、荒削りな感じが、シリコンで柔らかい素材だな。荒削りな感じがいいよねやっぱね。うるせえよ。これがやっぱこうね、人の優しさを感じるというか。意味が分からない。だってね、やすれよ。滑らかにしろ、もっとスムーズ。やっぱこのこれぐらいね、面取りができてない方が。ただこれバカデカバカデカおちんちんですよね。いや止めたんだ。はい、言うのおちんぽ。だから言っちゃ止めたんだよ俺は。ペニスですよね。言っちゃってるから。はい。ペニス。そんなに癖ある。そうだ。ペニス。ペニス。そんなに癖ある。そうだよ。以上極太ダイナマイトでした。